平野紫仕様の L ジャポン11月号表紙が予約前から大反響。前代未聞の事前抽選販売に注目集まる。日本のエンターテインメント界で大きな話題を巻き起こしている出来事があります。 元キング・アンドプスの一員である平野紫用が、エルジャポン、11月号特別版の表紙を飾ることが発表され、それに伴う予約や販売において、前代未聞の盛り上がりが起きています。本記事では、その背後に隠された事前抽選販売の魅力や、平野紫用の表紙効果について詳しく探ってみましょう。平野紫用のエルジャポン、登場2023年9月20。 8日ハースト夫人が放射からエルジャポン11月号特別版が発売されました。この特別版は元キング・ピプスのメンバーである平野紫耀が表紙を飾り、そのファッションポートレートと独占インタビューが掲載されています。平野紫耀はジャニーズ事務所を退除した後、新会社、トベに参加し、活動を続けています。それにもかかわらず、 このエルジャポンの表紙に登場することがファンやメディアにとって大きな注目を浴びました。平野仕様のファンへのアプローチ平野仕様はジャニーズ事務所退場後自身の SNS アカウントを通じてライブ配信やファンとの対話、ダンス動画の公開など積極的にファンと交流を図ってきました。 これにより、ファンは彼の動向に対する期待を高めており、メディア露出の機会を待ち望んでいました。そのため、エルジャポンの表紙発表は、多くのファンにとって嬉しい驚きでした。エルジャポンの予約と発売前の盛り上がり情報解禁から予約開始までわずか10日余りの期間でエルジャポンの特別版はファンから熱い支持を受けました。 予約が殺到し、出版社の公式サイトは一時的にサーバーダウンするほどの盛り上がりでした。さらに、各 EC サイトでも、完売の表示が相次ぎ、発売前に重版が決定するなど、平野仕様の人気ぶりが予実に現れました。 前代未聞の事前抽選販売を驚くべきことに平野仕様の人気に対応するため一部書店は前代未聞の事前抽選による販売を実施することを発表しました。これにより発売当日に書店に押し寄せるファンを制御し公平なチャンスを提供することが試みられます。 例えば、大阪の梅田塚屋書店では、発売日に集合時間を設定し、その後抽選券を配布。当選者のみに、エルジャポンの購入券を提供します。同様の方式を採用する書店も他にあり、この試みは話題となっています。エルジャポンの表紙効果平野氏用が雑誌の表紙を飾ることは出版業界内でも広く知られており、その効果は絶大です。 彼が表紙を飾る雑誌は通常、好調な売り上げを記録します。出版社関係者によれば、金プリより、むしろ平野単体の表紙の方が売り上げ好調、との声もあるほどです。さらに、平野仕様は2022年には、カバーガール大賞のメンズ部門で3年連続首位を獲得し、殿堂入りするなど、その表紙効果の大きさが証明されています。 エルジャポン11月号特別版の平野使用表紙が前代未聞の盛り上がりを、店事前抽選販売まで行われている背後には平野使用のファンからの熱烈な指示と彼の表紙効果があることがわかりました。平野使用のメディア露出が待ち望まれていた中、ファンたちは彼の魅力に再び胸を躍らせていることは間違いありません。これからも彼の活躍に期待が高まります。